雑魚がいるようだな。どこのどいつか分からんが、敵であれば倒すだけだ。ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして強者と戦い修行の成果を試すように言われ、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天下一武道会でソンと戦っていたのか。そうだ、あの時の俺ではソンの本気を引き出すことすらできなかった。では今がどれほどの力なのか。じゃあしてみろ。いくぞ。魔漢光殺法。ふっふっふっ。チッチッチッ。魔漢光殺法。ふっふっ。チッチッチッ。さすがピッコロ。多少はやりようだ。その程度か。あだぞ。ズワイ。よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、行ってくれ。調子に乗っていられるのも今のうちだけど、必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。凄まじい木の塊だ。よっせ。ザコがいるようだな。すぐに片付けて。魔漢光殺法。貴様ごときでは俺は倒せんぞ。おい。うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか。その様子では、やる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから、
魔族は苦手なんだ。ふん、情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だ。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがある。そうだ、昔天下一武道会でな。どれほど成長できたか確かめて。どうした、その程度は。まだこれ。また雑魚と呼ばれたのか。俺を見くびるなよ。なるほど、技、動き、そしてたくさんはなかなかだぞ。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。魔漢光殺法。やっぱり強い。貴様の力は大体分かった。少しはやるようになったか。うん。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ、俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。これは凄まじい木の塊だ。ザコがいるようだな。ピッコロ、俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何、死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん、死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだ。当たり前だ。
お前が悟空と戦った天界地武道会に俺だって出ていたんだからな。なあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、せえ、ほっ、ん、ほっ、来た、ん、魔漢刀殺法。あっ、ちょっと、ちょっと、そうだ、思い出したぞ、貴様。人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。あっ、やっといけ。さあ、自分の力不足を思い知る。くそ。あっ、はあ、魔漢刀殺法。あっ、ここまでか。力の差を思い知ったようだな。おかしいな。バカめ、貴様が修行している間俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃそりゃそうだな。命があるあたり成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだな。ぐぅ、ちくしょう。見てろよ、俺だってやってやるからな。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。おお、なんというパワーだ。あそこかよ。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プッププッ、最高。何、お前何しにここに来た。ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ、頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。
このギャグの天才であるこの海王様をシャレで割る。オラがシャレをか。トンが吹っ飛んだ。お前ただもんじゃないな。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。へえ、今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。